はい、ちゃお神岡です。今日はですね、えー、今後ですね、業績回復が期待できる、なんだかですね、非常に押しめ、まあ、チャートをですね、下げている景気敏感株4選でですね、お届けしていきたいなと思っております。まあ、非常にですね、えー、まあ、景気がですね、回復傾向にある中で、まあ、チャートの形がですね、 え結構安いところに放置されていると。でもね、え業績は今後、まあ、もしかしたらね、回復していく、まあ、可能性があるんじゃないかなというものを厳選してお届けしております。ただね、株はね、もちろん自己責任になりますので、 その点をね、皆さんももちろん、あの、ご了承いただいた上でね、見ていただきたいのと、まあね、えー、銘柄研究になりますので、まあ、周辺セクターもね、えー、そういった研究にですね、まあ、役立てていただきたいなと思っております。それではね、えー、早速4選行ってみたいなと思います。もう出し惜しみ、出し惜しみなくね、お届けしておりますので、よろしくお願いいたします。でまずはね、 まあ、みんなの味方、パナソニックですよね。まあ、こちらがですね、今、まあ、結構信用倍率もね、そんなに高くないんですが、チャートがですね、一旦、1520円まで上がってですね、今、非常にですね、二段下げで、大きく下がっていますよね。まあ、こういった形でね、75日戦もね、下回っていますので、もちろんね、何かしら、業績が、まあ、かんばしくない、まあ、思ったよりだと思いますが、予想以上にね、 えー、まあ、あのー、黒字化が、まあ、なんて言いますかね、業績回復が進んでいないと。まあ、そういった理由もあると思いますし、まあ、あとはね、世界戦略の中で、まあ、パナソニックとかね、白物家電。 を含めたね、えー、戦いをしていかないといけないので、今後はね、中国とか、えー、そういった会社もね、どん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 、おーそういったあの世界戦略に進出してくる中で、まあ、将来性がね、もしかしたら疑問視されてるとか、まあそういったいろんな理由があるんだと思いますが、まあね、えー、75日制にね、えー、もうすぐ接近するところなので、まあこれをね、仮にブレイクするようなことがあったらですね、 え、もう一度、まあね、え、まああの、スイングっていうところで、まあ一旦下がったところをね、え、まあ回復していく。そんなね、チャートパターンなのでね、あくまで過去のね、え、まあ類似パターンから、まあ推測せるに過ぎないんですけども、え、ここをね、ブレイクした場合は、え、まあ上がっていく可能性も、まあ期待できるんじゃないかなと。まあそんな風に、まあチャートパターン的には見えるってところで、じゃあと業績ですよね。業績も、まあ2022年ですね、え、まあ、 さすがにですね、コロナの時の、まあ、ダメージをね、えー、回復をして、えー、黒字化してね、まあも、も、もそもそも黒字化なんで、黒字なんですけどね、え、さらなる業績回復ですね、えー、売上えー、あとは最終利益ですね、それから一株益もね、えー、まあ、上げていくと、まあ、そういった予測をしていますよね。まあ、このね、え、コロナの時が、まあ、悪すぎたと。な、何しろね、えー、まあ、量販店もね、え、家電もすべて、なんて言いますかね、えー、まあ、 止まってますよね。えー、まあ、カメラとかね、やっていた記憶はあるんですが、まあ人が来なければね、売れないと。で、まあ、あとはね、えー、まあそういった、まあ EC サイトでのね、販売っていうのも、まあもしかしたら別のね、えー、そういったパナソニック系はね、弱かったのかもしれないですよね。ただもちろん、今回復傾向にね、今後、おまあ、アフターコロナっていうところでね、えー、まあ、またね、物が売れるようになれば、えー、まあ業績も期待できるんじゃないかなところで、あとね、パナソニックはね、新体制になったんですよね。キーワードは、 先鋭化と、これ、造語ですかね。あのー、まあね、えエ、ー、役員ン経営人がね、刷新されて、まあこの造語と共に戦っていくぞ、みたいな。やるぜやっちゃえパナソニックみたいなね、えー、日産ではないんですけども、<laughs> えー、そういった形でね、頑張るぞーおぉみたいなね、えー、そういった、あのー、シプレックコールをね、おそらくかけてるんだと思いますね。エンジン組んでね、やるぞごぉあ、あ、oh!、oh! <laughs> みたいなね。そんなね、エネルギーを感じるかもしれない。全然、そんなことはないですよ。さすがにそれは僕感じてないですけども。まあね、まあでもね、いい言葉なんじゃないですか、せ果かってね。と、えー、いうところでご紹介しました。で、続いてはね、森工業ですね。えー、これ地味な会社ですけどね。えー、こちらがですね、やはり同じような形で、まあ今回ね、テクニカルとファンダメンタルって見てますので、 当然ね、えー、一旦こう急騰したんですね、285、2852円とこまで上がって、またこれも同じようなで2段下げですよね、えー。2段下げで来てますので、えー、75日線をね、下回って、まあしかもデッドクロスをもうすでにしてますので、まあダウントレンドではあるんですよ。あの、なんで、えー、日経平均がね、下がり続けるようがあったら、あの森工業はね、テクニカルチャートパターン的には、えー、デッドクロスを今迎えて終えてますので、えー、真っ先に下がっていくと。 真っ先に下落していくような、そんなね、チャートパターンには見えるんですけども、えー、まあ今後ね、えー、まあ、最後のね、一、えー、かきっていうところで、日経平均がね、上がっていくと。そうなると、逆にね、安いところを変えるチャンスなのかもしれないというところで、前回安値がね、2250円ところで、えー、まあ、そこに接近していますよね。言ってこいの形になってますので、えー、まあ、そういうところをね、拾っていくというところを得意にして、またはそれが面白いと。そう判断するんであればね、えー、まあ、一つ面白い チャーートパターンなななんじゃいいかなととうこででご紹介しましまたでね、えー、売り上げも2022年ですね、えー。こういった形で、一株益もね、最終益も上がっていくと。さらにね、えー、こういった地味な会社はね、赤字にこの5年間転落していないですよね。なので、えー、まあ、業績はね、まあ、 アップすればダウンもする、ダウンもすればアップするって形なんですけども、えー、まあ、黒字化を維持していると。おまあ、利益もちゃんと出しすぎているところが、まあ、いい会社なんじゃないかなってところでご紹介してます。結構ね、鉄鋼系とかっていうのは、えー、製鉄鉄鋼とかはね、結構赤字に転落するときはねだ、どんどん転落しちゃうので、例えばね、日本製鉄とか神戸製鋼とかひどいもんですよね。まあ、そういった意味では、この先ちょっとね、 あの、ま、あ詳しいところはね、えー、株探さん、まああの、いい、えー、サイトですので、いい、あの、ま、あ株のね、情報サイトして、まあ、日本有数なんじゃないかなと思いますので、まあ、実際に見ていただきたいんですが、これより先はね、えー、そういった意味ではね、えー、今このご、ご家電ではね、えー、まあ、赤字化に転落していないところは、 まあいいんじゃないかなと。で、こういったステンレスとかね、えー、普通のこういった鉄鋼系とか、場合には機械とかね、こういったものを扱ってると。で、今ね、鉄鋼系はね、えー、非常にまあ注目セクターですよね。えー、まあ景気、敏感株というところでは、えー、まあ注目に値するんじゃないかなと思いますので、まあ興味がある方はね、えー、見ていただくとともに、その周辺セクターとかね、えー、こういったチャートパターンのものは他にないかなというものを、まあ探すね、まあ材料手がかり、研究の手がかりとしてね、えー、判断見ていただきたいなとは思っております。 で、続いてがね、新日本電工ですかね。これ、電工だと思うんですけどね。で、これはね、えー、まあ、同じような形で、まあ、あの、鉄鋼系なので、まあ、一つ、景気敏感株。今回、景気敏感株で、えー、業績回復が期待できる、まあ、おしめの、お、狙いになってますので、えー、そのセクターをね、えー、ちょっとこう、重点的に、まあ、ご紹介することになってしまうんですけども、出し惜しみなく紹介しようとするとね、 ただ、これもね、同じような形で、えー、こういった形で、ね、ピュッ、ピュピュッって形で、ピュンピュンって上がったんですよね。まあ、マリオのような形でね、マリオの二段ジャンプみたいな形で上がったんですが、 これってね、ズドンと下がってるんですよ。これなんですか僕もいろいろホームページとかね、えー、見ましたが、新株を発行するっていうのが、材料としてね、出たからなんですかね。まあその辺は、えー、まあ僕はあんま掲示板とか見ないですよね。Yahoo 掲示板とか見れば、ね、あの、遡ってきてはさく、まあ炎上する可能性があるんだね。この辺でね、ふざけんなーとか、おいおいみたいなことが上がってる可能性があるんですけど、僕、Yahoo 掲示板見ないで決めてるので、まあちょっと見ちゃうとね、えいろいろこう自分の、なんて言いますかね、その、指針っていうんですかね、えー、フロス ですかね、投資、哲学にあの沿うので沿わないと言いますかね、反するので、まあ、見てないので、もし詳しい方がいたらね、見て教えていただきたいんですが、まあ、下がってる新株がおそらく発行されるから、まあ、希薄化されるという理由なのかなとは思うんですが、まあ、詳しいことはちょっとわからない。で、これってね、なんかずっと横横でね、なんかまるで畑を耕すみたいな形になったんですよ。こういった形でね。まあまあ、なんか M&A の情報は出てないので、まあ、この辺がね、一つ面白いかなというところでご紹介しました。で こちらね。まあ、ああの、同じような形で、まあ、2000。 19年ですね。まあ赤字に転落をしていますが、それがまあ黒字っていうところで、えー、まあしっかりとね、えー、また2021年、2022年のところの発表はね、まだ未定になってますが、まあね、業績が回復してくるということが期待できるんだればね、えー、まだ確定情報は出てないので、えー、面白いんじゃないかなってことでご紹介したのと、やっぱ EV ですよね。燃料電池のまあテーマ株として期待できるんじゃないかなっていうのがあります。で、えー、例えばね、えー、新日本電工なんですけども、まあこういったね、えー、マンガンとかこうニッケルとかのね、 えー、そういった素材系をまあ得意にする会社なんですけども、おそういったこのね素材系を活かして、今後はね、えー、まあ EV 向けのね、えー、まあ水素お電池であったりとか、えー、あとはね、えー、まあそのね不在るマンガンを活用した、えー、まあ電池系ですよね、えー。こういったものをリチウムイオンですね。えー、まあ 開発、生産をしていくということを、まあ会社のね、まあもちろん、そのね、新技術、もしくはね、えー、競争が激しい分野になりますので、勝ち残っていくとかね、そういったことが必要なんですが、まあ悪くはないテーマ株になるのかなと思いますので、まあ期待をね、えー、できるんじゃないかなと。これがもし当たればですけどね。えー、で、そういったところではね、皆さんがぜひ、その研究する材料としてね、面白いんじゃないかなということでご紹介しました。で、次がね、これ面白いんですよ。 まあ、ああの、面白いネタもあるので、ぜひ最後まで見ていただきたいなと思うんですが、日本ユニシスですね。もうこれを出た時点で、あ、最後これでしょうと、このネタ話すんでしょうっていうふうに分かった人は相当の株オタクですね。はい。僕も株、株オタクですけども、まあ、僕の上を株オタクもね、結構いるんじゃないかなと思いますので,で、これもね、まずはね、チャートパターンを見ると、グイッと下がってね、グイッと下がって、ホイホイ。 で、ってま下値がまあ3100円ぐらいに、この1年間って言いますかね、えー、まあ1年半ぐらいで見るとありますよね。で、こ,このね、下値抵抗ラインに平行線が、まあここちょっと先が見えないので、あれですけども、引けるんであれば、またここで跳ね返されてね、えー、まあ3600円ぐらいまではね、上がっていける。まあそんな余地が、まあ余力があるんじゃないかなってことで、まずご紹介した、まあテクニカル的に見るとですね。それからね、えー、業績のところもね、えー、まあ日本 日本ユニスさすがにね、えー、まあ有料な会社ですよね、えー、有益な会社となりますので、まあ、あのずっとね、一、えー、株益も出してますし、最終益もね、えー、まあ出してますので、赤字に転落をしていないと。 で、赤字に転落しない会社っていうのは本当に転落しないでしょね。うちもね、えー、もう過去ずーっと黒字化経営してますけども、まあ一旦ね、一時期あの、保険会社に騙されて赤字に転落しそうになったことありますけども、まあそれをちょっとね、保険会社に、まあ経営者って一度はね、騙されるんですよね。会社を守りたいっていう、とか社員を絶対に怒涛に迷わせたくないってい、そこを突かれると、保険に一度は騙されちゃうんですよね。で、後で後悔するみたいなことがあるんですよね。まあこれはしょうがない。みんな踏んでくる道なので、えー そういった意味ではね、えー、まあ、そういった保険の繰り延べで赤字に転落しそうになったことはありますが、うちもまあ黒字化経営をしてますよね。だから相当やっぱりね黒字化を続けるっていうのはすごくま大事なことですし、えー、やっぱり会社がね、えー、世の中に受け入れられている、もしくはね営業力経営力がしっかりしてるんだと。 その培ってきたね、DNA が守られているということになるんじゃないかな。逆にね、そこが、こう、なんて言いますかね、こう、失われてしまうと、シャープだったり、東芝とかね、えー、そういった、まあ、あの、流れになってしまうと。で、ゆくゆくはね、えー、会社を、まあ、切り売りするとかね、買収されるみたいな海外の企業にね、そういうことになってしまうので、まあ、黒字をしっかりと、この過去5年間はね、出せるというのは、まあ、一つ、まあ、いいことなんじゃないかなということと、日本ユニスですね、えー、まあ、増収増益を続けておりますが、えー、それ以外にね、えー、なんと、 社名を変更するんですよ。これ面白くないですかもうこれはね、あの、もちろん、あの、チャートもね、えー、ファンダメンタルもいいんですが、どういう名前にするかっていうと、ピブロジー。ピブロジーですよ。ピブロジーね。ーなんか、すごいニンテンドのゲームとかにね、出てきそうな、えー、名前ですけども、なんでピブロジーに変更するんだよ、みたいな。<laughs> これ見たとき。 ユニシスのかっこいいだろう、みたいなね。えーメネ、メネシスとかね、ユニシスとか。あの、その方が全然ね、あの、かっこいいんですけど、まあ、ピブロジーになったと端に、あの、ユニシスだったらね、なんかこう、ボスケラの前にいるような、なんかね、こう、闇の皇帝、ハウザーの,の、ね、手前に控えている、最終的な味方になるような、竜、竜騎士みたいなね、えー、竜騎士、ユニシスみたいなね、氷とね、剣で戦うような。 氷の魔法とね。そんな感じするんですけど、<laughs> ピブロジーになっちゃうと、ピブロジーになっちゃうとなんか、裏切り者みたいなね。あの、主人公に、ね、3度ぐらいその現れる目の前にね。で、最後ね、えぇ、ー、凄惨な死に方をするような、あの、裏切り者キャラみたいになっちゃいますよね。ただまあ、社名を変更するっていうね、決意のもとにもうやるって決まった,決まったらしいんですよ。2022年4月の1日ですね。 ま、どうせやるんだったらね、まあ、あの、社名を変更して、まあ、頑張っていただきたいな、というところでご紹介しました。今日はこういった形でね、4名柄、しかもかなりゆっくり話したので、ぜひ2倍速でね、今後はね、2, 2倍速対応でゆっくり話しますので、えー、見ていただきたいなと思っております。この後はね、えーね、今週の、来週か、えー、相場戦略相場感ですね、えー、などを話していきたいのと、あと、つなぎですよね。つなぎのやり方、まあ、あの、プロ向けのやり方ですよね。ちょっと上級編になりますが、えー、こちらはまだ残ってますので、宿題として、えー それをお届けしたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。それでは今日は以上になります。高速で GO!